発信機作動試験、今からですね、2回の発信機の作動試験を行います。発信機が押されるとですね、2回が点灯して、発信機が押されていますのところでですね、ランプがつきます。火災灯のとこ、火災のところもですね、ランプがつきます。発信機押して。はい、2回。火発事で信機す。作動、火事免許です。明瞭。現場を確認してください。はい、復旧。試験復旧をかけてますので、発信機復旧で復旧がかかります。